はい、皆さん、毎度毎ーはい、宿毛矯正をね、うまくなろうと思ったらね、化粧品系の薬は使わないこと。化粧品系の薬はね、システアミンとかスピエラ、GMT っていうのがあるかな。この中でも酸性の GMT とスピエラは、損傷毛部分にはまあ使えるかなという程度。癖がね、あまり強くないね、スタッフの頭かなんかにね、ヘアカラーで傷んでゴワゴワしてるような髪。 まあそんな方にね、酸性系の宿毛矯正かけるとね、もちろん酸性の薬でも痛みっていうのは進むけど、痛みをごまかす、なんかまっすぐになったサラサラ感っていうのが、トリートメント代わりに続くんだよね。まあこれはね、髪の毛が丈夫な方、ヘアカラーのしすぎでね、ちょっと髪の毛がゴワゴワしてしまったような方ね、これ酸性の宿毛矯正かけるとね、サラ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 ,サラね、預かながら損傷させてトリートメント代わりになる、なんかややこしい商品だね。 でもまあ手触りは良くなるみたいだね。化粧品系のね、薬はね、宿毛矯正って言っちゃいけないんだよね。書いてないしね、裏側にね。そういうんでね、やっぱり癖を伸ばしたいっていうね、お客様が来た時、その手の薬を使うとね、やっぱ伸びないね、癖がね。その日は伸びてるから癖物なのよ、これが。癖毛に悩んで癖をまっすぐにしたい方、まあそういう方はね、化粧品系一回かけられると、もう二度とかけないね、その店では。そういう店はさ、 最近の人は宿毛矯正かけなくなったねとか思ってんじゃねえかな。まあ今流行りが癖があっても巻いて内巻きにするから宿毛矯正なんか必要ないんだなんてね。まあそんなこと言ってるとね、1ヶ月でね、1人2人しか宿毛矯正来ねえとかね。そんな店になっちゃうかんね。意外とこれがね、美容師が気がつかないんだよね。人んちとはさ、あまり喋ったりしないでしょ、人の店とはね。仮にさ、喋ったとしても日本人って、 合わせんじゃん話。最近宿毛矯正少ないねってう、うん、そうね、全然来ないね、みたいにね。宿毛矯正ね、上手くなりたかったら化粧品系は使わないこと。まずね、基本は医薬、部外品、強い薬を使いこなすってことだね。まあ、うちのね、消された動画を昔から見てるような方はね、まあ、その辺のことは熟知してるだろうからね。 強い薬で施術してると思うけどね。化粧品系なんかはもういらねえあんなものは。まあでもね、酸性の医薬部外品のチオグリコール酸系の宿毛矯正ね。2社しかないけど、出してないけど、これはちょっと置いといた方がいいね。どちらか1個ね。はい、お疲れ様でした。